バニラスカイ。ハッピーです。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます。シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイも、もうレギュラーですね。レギュラーですな、みたいなこと言おうとしましたが。そう、まあ、皆さんのおかげでね、楽しく親子でバニラスカイをお届けしております。シーノーン、こんばんは。こんばんこ。こんばんは。今日も楽しい音時間一緒に過ごしましょう。よろしくお願いします。お願いします。ではね、今夜早速リクエストいただいております。ヨーコのもうこの曲はね、なんと言いますか、シンプルにね、子供たちにも応援歌になったらな、自分らしく生きてほしいなという思いで作った曲です。リクエストいただきました。インフィニティ、お聴きください。場所でも咲き誇って自分の中の自分を信じよう。全ては叶ってゆく心のままに。ですね、今夜もカズさんからメッセージいただきました。お読みしたいと思います。ヨコさん、スタッフの皆さん、またまたご無沙汰しました。カズさんです。1週間って早いですね。いつもそろそろお便りしなきゃと思っていると、いつの間にか木曜日になってしまっているのです。なんでだろう、なんででしょうね。先週はゲストっぽいゲストのイッシーさんが登場されていましたが、なぜ東京にお住まいのイッシーさんがしょっちゅうゲストで登場されるのかなといつも不思議に思っています。このご時世、あちこち移動するのは大変ではないですか。それとも実は今流行りのリモート出演だったりして。ところで、ヨーコさんがライブやコンサートをするとき、サポートメンバーというか演奏する方々がいらっしゃいますよね。できることなら主なメンバーの紹介や知り合った馴れ初めとか聞かせてもらうと、今度ライブとかでお会いするときには親近感が湧いてもっと楽しくなるような気がします。どうぞよろしくお願いします。それでは今回のリクエストはインフィニティをお願いします。この英語はあまり馴染みがないので調べたら無限とか果てしないとかありましたが、ヨーコさんはどんな意味で使ったのか後で教えてください。まだまだ暑い日が続きますが、夏バテなどしないで元気にお過ごしくださいね。ではごきげんよう。
カズさん、ありがとうございます。ありがとうございます。その通りですね。そう、その通りと言いますと、インフィニティ、あ、そう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 、トイストーリーを好きな方とか見たことある方は知ってると思うんですけど、うんうん、バズっているじゃないですか。うんうん、あ、そうね、その無限の彼方へさあ行こう。あ、そうね、そうそう、バズってバズライトイヤーっていうね、おもちゃの映画がありまして、袖に出てくるねキャラクターが、名ゼリフが無限の彼方へさあ行こうってありますけどね。でもしーちゃん実はそれバズの気持ちになって、バズはね、あの所ジョージさんが日本語は吹き替えをされてまして、もうすごくね、もういい男なんですよ。そしたらね、あのバズの気持ちになって歌詞を書いた曲があるんですけど、それはシャイニーです。あ、せっかくだから後で聞いてください、シャイニーも。シャイニーはね、2020というのと2018っていうね、いろんなバージョンがありまして、もうかれこれ3バージョンあります。それはなぜかというと、まあ、鹿児島クリスマスマーケットという、もうこれからね冬の時期にね、皆さんとおと時間過ごすことができるね、まあ、イベントが待ち構えてるんですけれども、そちらのテーマソングとして発信しまして、2018は私が歌ってるんですけれども、2020は一緒にコンピレーションアルバムを作ったメンバーとね、男性も女性も一緒になって歌ってくださって、ミュージックビデオも作ってるので、シノも歌ってるんだよね。あ、ですですそうそう、そういう、曲がねシャイニーとありまして、そうシャイニーはね本当バズでした。でインフィニティも確かにねバズの要素はあったんだけど、おっしゃる通りなんですよ、無限の彼方へそうそう、さあ行こうって大好きですからね。インフィニティ聞いていただいたら、シンプルにさ、どんな場所でも咲き誇って自分の中の自分を見つけ出すとか、信じようとか、まだ知らない自分を描いていこう、自分でっていうね、そう、もういいですね、いいよね、とにかくね、もうそのまんま思いをね、まあ、歌詞にも書き、タイトルにもつけ、ちょっとこじゃれて横文字にしてみた、それがインフィニティでございます横文字にしてみたそうですそうです。でね、なぜね、そのシャイニーとインフィニティにバズ・ライトイヤーというそのトイ・ストーリーのねキャラクターが出てきたかというと、実はシャイニー・インフィニティはヨーコのシングル、2枚目のシングルなんですよ。で、ダブルタイトルなんですね。覚えてる、シャイニー・インフィニティっていうねそうそうセカンドシングルをリリースしておりまして、だからね、どっちにもバズ・ライトイヤーが込められているんですよ。おー、すごいですね。そうなのよ、まあね、いろんな思いを込めて発信してきたんですけれどもね、もうさ、リリースしたのもあれは2017年かな、もうそんなのあるから、だからもう4年、3年4年経つので、もうどんどん私の方がね情報が更新されまくっちゃって、あ、新しい気持ちでね、またインフィニティとも向かい合ったりとかね、いろんな曲とこう向き合うからね、まあちょっと適当なこと言わないように気をつけないとね、ちゃんとね、あの守るべきものは守る、そして新しく得たものはそれはそれで大事に発信するというね、多重人格なんじゃないかっていうくらいね、わかる、言いたいこと、わかります。あのね、マイブルーデイっていう曲はサビがね、さよならは言わないままの後、忘れられないキスしてって言うんですけど、私ね、もうさよなら言った人とキスなんてしたくないからしーちゃんまだキスしたことないでしょうけれども、だってさ、嫌いになった人とチューしたい？したくないです。したくないよね。いやー、だけれどもここがね、なんかね、いちほさんっていうね、お姉さん分アーティストのシンガーソングライターさんが歌詞を書いてくださったんですけれども、いちほさんと、まあ、いちほ姉さんとずっと恋愛トークしてたんですよ、うん、だから逃げたのリング、あの日聞いたセリフを思い出して落ちる涙とかね、ここら辺実体験なんですよそうそう、左耳の、あ、左か、今度は、うん、そうそう、ピアスは置いててよ、あれだ、部屋が映す心とかね、ここら辺もまあ実体験なんですよなんですけれども、そもそもシノ、ピアスをつけた男とつけようなよなんでですかまあ34歳の私はね、もうそんなチャラチャラしたやつはいい、まだ良くないよっていう、20代はピアスつけるかな、つけると思います。あ、そうね、まあシノの30代と20代のおじちゃんたちもピアスしてるからねダメだ、そんなチャラチャラした男とはそれはダメだ、それは私のおじちゃんですね、まあ、おじちゃんたちがね、まあなんだけど、ラブソングにはそういうのもあるわけ、うん
わかる？皆さん分かってくださいますか？まあ今となっては若い時の歌だなとか、ピセスオブハートっていうバラードはね、私はあなたがいないとダメなのっていう依存体質の女みたいな歌詞なんですけれども、わざとそう書いたんですよ。わざと書いてるんだけど、今ね一番歌うのがしんどいかな。歌ってる時に意味を考えて歌うと歌えなくなるんですよね。そうそう、あの今めっちゃハッピーだからキスハグとか、もう結局ママは今歌いたい歌詞とか曲は好きだー、愛してるぞー、一緒に頑張って生きようぜみたいなさ。言ったら、私フリーダム好きって言ってるけど、あれ恋愛曲ですか？フリーダムはドライブソングみたいな感じ、うん、そうだね、あのバイク、ハーレーダビッドソン、鹿児島さんと私を一緒に応援してくださる方がね、作ってよっていう楽曲だったので、めちゃもうロックで、うん、いい曲ですよ、うん、だってさ、フリーダム、エンジン全開で旅はまっすぐゴーエンゴーゴーエンゴーよくわからないよね。最近のママのかっこいいけどね、曲はね。最近のママの曲も好きですけど、前の、うんうん、シャイニーインフィニティだったり、先週聴いてくださったミントチョコレートだったり、 あとは、まあ、フリーダムも大好きです、うん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 、ラブレターズも好きです、うん、あれ最近の曲じゃないか、うん、まあ前の曲が本当にもう心に残ってますね。あ、本当よかった。まあ一生懸命新曲出してんのに意味なかったんだ。じゃあ、あるんですよ。じゃあママの気持ちは更新されているけど、あ、シノンの気持ちもですよ、まあね、でも、うん、前の曲をまた聴くと、あ、いい曲だなって。 それって大事だよね。だってさ、デビュー曲が良くて、どん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 、あ、もうちょっと最近のはちょっと違うよね、ちょっと聞かないかなみたいなアーティストさんはいるじゃん。だけど、あ、デビュー曲も良かった、最近のも良かった、また新しくできたのもまた良かったとかさ、良、うん、かった良かったって言われるアーティストはありがたいよね。いいです ね。ママの最近の曲は、うんうん、あのみんなと盛り上がれる曲みたいな感じです、ね、そうね、そうなのよ。ライブでね、タオルを振りたいなと思って、もう私にタオルの楽しみもなかったんだけどさ、もう鬼の腕プルプルよ、うん、だけどみんなでね、お客様も結構年齢層高いのよ、うん、ちっちゃい子から80代の方までいらしてくださる私のコンサートですからね、その時にみんな一緒にフリフリしてくださるんですよ、うん、ちっちゃい子は1歳から来てくれるからね。じゃあ、あのカズさん、カズさんのね、ナイスなのメッセージのおかげで、ナイスパスのおかげでね、はい、私たちちょっと白熱トークになりましたが、ちょっとここでシャイニー2020の方をお届けしたいと思います。お聞きください、シャイニー2020。あなたの想いを空を越えて届けよう、輝く笑顔と一緒に明日へのヒント。
で2020なんですか2020ですか。あ、2020かっこいいね、うんうんうん、ちょっと東京オリンピック2020みたいなそっちにしましょう。2020 2020 2020 2000。まあいいわ、あのしーちゃんね、唯一英語のね成績いいからね、他はどこに点数落ちたのか、もうこういうことをねもう言い始めたらキリがないので、まあ、ではね、あの先ほどメッセージいただいてましたバンドメンバーについて語りたいなと思います。陽光バンドとして、実はねバンドメンバーね大先輩方なんですよ。こう言っちゃいけませんけど、まあ皆さんお察しの通りイッシーが、うん、たまに登場するそう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 、登場してくださるイッシーが最年長でございます。バンマスですね。ギタリストのイッシーさんがもうアラカンでしょ。で他のバンドメンバーの方々はコーラスのゆこさんがもうちょっとで50歳だから、あの若い、若いですね。なのであのもうみんな50歳以上になってしまいますね、はい、そうで、ヨーコバンドは基本東京のバンドメンバーさんなんですけれども、一人だけピアノの北園真由美さんが一緒にね生配信ライブやってくださってるね、真由美さんが鹿児島ですね。で、まあ、ベースも一緒に曲を作ってくださってた平田瑞穂さんがいてくださったり、服部みなとさん、あ、服部みなとさんは30代だ。なのでね、陽子のバンドは東京だとこの人、鹿児島だとこの人みたいなのはもちろんあったんですけれども、でもあのコロナの前はもう東京メンバーエア代もあの飛行機代って言えば、飛行機代もねそんなに高くないので、もう東京メンバーがみんな来てくださってね、そう華やかに盛り上げてくださってます、うん、で陽子バンドの中で杉野さんはドラマーさんなんですけれども、杉野さんがね陽子大好きなんですけれども、杉野家が好きなんだよね。いいですね。そうそう、あのね家族で鹿児島に来てくださってね、もう子供たちも小学校に上がった娘ちゃんもいて、まだ幼稚園生の男の子も息子さんもいらっしゃるんですけれども、奥様が誰より先に、陽子ちゃんライブ鹿児島でするの、じゃあ行こうって言ってね言い方ですね。そうそう、もう杉野家大好きですね。で、あとピアノの太田浩一さんって、王ちゃんね、王ちゃんはなんだろうね、ある意味お父さんみたい、うん、シノンのパパにもなってくれるし、ある意味なんていうのかな、こう女性扱いしてくださるから、私も女性でいられるかなっていう感じですね、まあ、そういうなんていうのかな、皆さんねとにかくいい人、うん、鹿児島が大好きでめっちゃいい人ですね。あと高橋優子さんっていうコーラスでお世話になっている優子さんは、まあ、絶対音感なので、なんか物がコンコンってした音もどうに聞こえるとかね、ひどいレベルの絶対音感の持ち主ですね。英語もすごいですね。そうそうそう、またね、うん、お綺麗なのでね、優子ファンは多いですよね、うん、鹿児島に1回来てくださっただけで何人も連れて帰るんじゃないかぐらいのねファンを獲得して毎回帰られておりますが、でもね皆さん家族みたいなんですよね、うん、不思議、音楽でつながってて、で陽子バンドってねめちゃくちゃクオリティが高いんです、はい、すごい失礼な言い方なんですけれども、日本トップクラスのミュージシャンがサポートしてくださってるので、めちゃくちゃいい音なんですよ。だから私はそこにこだわって、鹿児島から世界中に発信するんだったら CD であってもライブであってもアコースティックであってもバンドであってもどんな私であってもね、もう最高にいい音楽で届けたいなと。あのね、お客様がね一番わかるの、私がね歌ってるでしょ、私のことを知らない人がいっぱいだけど、私の歌声が仲いいって思った時には人の足が知らない曲でも止まるんですよ、ですね、うん、最初はねカバー曲を歌ってお祭りとかでね、でもう分かりやすいのよ、夏祭りとか春祭りとかさ、いろいろこうお祭りで歌うじゃない、うん、例えば春だったら花水木を歌うと人の足がストンって止まるのなんだけど自分の曲を歌うとね人が歩いていっちゃうのがすっごく悔しくて、だから新しい曲を出すたびに人の足がどうやったら止まるか、私のことを知らない人がおってこうさ見るので聞いてくれるっていうのをね、すごいね研究しながら歌詞を書いたりメロディーも
作ったり作っていただく時にもこんな感じでお願いをしたりしてきました。なのでね、陽子の曲歌詞もそうですし、あと音楽についてもね、アコースティックであってもバンドであってもお客様が初めて聴いた曲でもかっこいい、あの楽器ね、あのミュージシャンすごいっていうのがもう陽子バンドの魅力、陽子っていうアーティストでしか味わえないっていう音時間だと思ってるので、そこはもうこだわり続けて発信してきてますね。すごいですね。だよね、すごいよね。だからね、結構ね贅沢なのよいやね、楽しそう。うん、ほんと楽しいよ。で、鹿児島だとさ、バンドメンバーが2泊3日とかぐらいでこう来てくれるから、みんなこうオフの日っていうか、まあ3時間ぐらい空いたりとかさ、車の中で移動するときに話したりとか、まあそういう時間があるんですね。だけど東京は今度はみんなが家だからすごく集まりやすいの。パッて来てチャッて演奏してパッて帰るあ、そうそう、もうね、コロナ禍の、コロナ禍じゃない、そうそう、コロナ禍じゃない時にね、そう、なんか最後に飲み会だったりとか、うん、いろいろ楽しんでましたね。ああ、そう、そうね、そうなのよ。まあ、シノンもね、だって東京の、東京でライブがあったりセッション会があるといつも歌ったりしてるからね、うん、すごい貴重な経験してるよね。はい、いや、あなたこそね、あの素晴らしい経験もさせてもらってるよ。はい、私はもう仕事として、もうこの仕事をへぼったら次ステージないぞって思いながらこの6年やってますけれども、シノンはそんな私を見てるから全部100点だよねうまくやるよ。いや、偉いと思うよあのなんていうの、いきなり歌ってとかさ、トランペット吹いたこともあるしね、はい、もういきなりなんかフルート吹いたこともあるしね、うん、なんかイレギュラーなことさせられてもさ堂々とするしね、はい、しかも聴いてるお客さんたちが一流のミュージシャンばっかりだから、そういうところでもよう歌ってきたよねまあだからね、なんていうのかな、私と娘の相性もありますし、でバンドメンバーたちとの相性もあるし、音楽でね私がつながっていられる方々、応援してくださる方ともそうですね、めちゃくちゃ相性いいんだよね。最高だよね。もっとまたバンドメンバーのことは、ね、次回以降もお話ししていけたらいいかなと思いますんで、まあ、カズさん今回もメッセージありがとうございました。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛にお願いいたします。お願いします。ではね、皆さん今週もめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。あれ聞こえませんよ、いいですか。はい、あーいいそうそう、ちゃんと返事してくださいね。ではね、また来週もシノンと音時間をお届けできるようにと思っています。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではせーの、バイバイハッピー。